僕らのフェス同じ同じフェスそして同じ日そして同じステージでやらせてもらって中盤ぐらいに僕らがいて鳥がスーパーウィーバーだったんですけどちょっとやばかった僕泣きましたなんか言ってくれたじゃないステージの上で言いました今スーパーウィーバーの名前出してくれたっていうのが俺らとしてもめちゃくちゃテンション上がってておこれあってつながったバトンしっかり締めてやろうぜっていうような気概が4人ともあったからめちゃくちゃねおかげであのー さらに気合入ったねステージがす竹ち徳な曲順というかね名前を呼ぶよがってグラデーションやるっていうね俺一人だけこうわってやってました一ね人だけだったら盛り上がるみいなもうこんなのもやってんすけみんなやってたんですけど一人だけ盛り上がるタイミングが違くて渋谷さんが僕がライブの MC でその竹ちとしてスーパーウィーバーにバトンつなげますっていう MC をして そしたらこう名前を呼ぶような前に「竹道バトンを受け取ったよ」って言ってそこでもう俺にしか刺さらない <laughs> <laughs> もう僕へ僕へのラブコールだと思ってもう「います」みたいな「ここで見てるぞ」ってやってました <laughs> 見てくれてるって言ったもんでなんか,なんか言ってよなと思ったらすごくキザになっちゃって<笑><笑>マジでで最高でした超いやもう本当に すごく面白かったですしあの純粋に前編からまず試写で見させていただいてあっここっていうところでやっぱしっかりこう終わったのでもうすぐに終わった後にこのスタッフの皆さんにも伝えさせていただいたんですけど今すぐ後編も見させていただきたいっていう気持ちがかきたてられるぐらいやっぱりすごくこう。 大事な思いみたいなものがもう前編にすごく詰まっていてでここからが見たいっていう気持ちにものすごくさせていただいた中での間もなく後編ということでうっかりしそうなんでこれぐらいにしますけど <laughs> そ,うそうですよね<ー>マジ怖いね<の>マジ怖い舞台挨拶マジ怖いです、ねはい、ただ一つ言えるのは最高でした本当に <laughs> 最高です。本当に最高だったなと思っております 怖いこれ。<私 S 2> 怖いっすよ。危ない。は先見たマウントみたいに一瞬撮ってたけど。あ、違う、撮ってた、撮った。本当に一切ないので、あの、そんなつもりは全くございませんでした。すみません。悪気はないんです。ありがとうございます。というふうにいただきました。それでは。他のメンバーの皆さんにも、ちょっとご感想を聞きたいなと思います、はい。え、とっても刺激的で、なんかパワーを感じましたね。なんかもう最高で。 こんな作品にね、こう携われたっていうことに、なんかすごい幸せを感じましたし、なんかバンドに、なんかこう、置き換えて、いっぱい、なんだろう、もっといいライブとか、いい楽曲を作って活動していきたいなっていう、なんかパワーをいただけるような感じでございました。最高ででしした <laughs> ありががとううございいます藤原さんいかがでしょうかょ あそうですね、僕も、あのー、前編と後編両方も先にちょっと見させていただいたんですけども熱量はやっぱすごいですよねあのチームもそうですし役者さんの,あのエネルギーみたいなのがもう画面から出ているようなぐらいあのすごくてあのこんな作品の,あの主題歌あのやらせてもらえて本当光栄ですし早く後編見てほしいなって気持ちでいっぱいです。 マウントマウントマウントリックルじゃないでしょでマウントだよ、ね。俺もマウントになっちゃいます。俺見たんだけどみたいなね。うん、何言ってもマウントになる。そうですね。